懐かしすぎだろ、ロックマン X4 始めていこうと。やべえな、多分もう10年ぐらいやってるんで、今回から X そして0 X3 では0がまあなんていうのかな、ちょっとしたお助けキャラみたいな感じでいたんだけれども、今回から0が主人公として使えるようになります。で俺はちょっと X3 でこいつをちょっとこき使いまくってやるっていう、まああれをちょっとその約束をこれから果たさなければならないんで、いくよ。ゼロ、誰だ。わしの最高傑作。あんた誰だ。倒せあいつを。わしの敵、わしのライバル、わしの生きがい。行け、そして破壊しろ、あいつを。待て。緊急事態発生、緊急事態発生。廃棄中のイレギュラーハンターは直ちに集合せよ。またあの夢か。ポイント5567においてイレギュラー発生。イレギュラーは最新の兵器でスカイラグを占拠。この軍隊はレプリフォースと思われる。レプリフォースだと分かった、出撃する。やーべえ、これ懐かしすぎだろ。ちょっと待ってくれ。おお、すげえ、切ってる、ぶった切ってる。おお、すげえ、やーべえ、超懐かしい。これなん、やっべえな、これテンション上がってくるな。もうすっげえ、もう何年ぶりだこれやったの。ほほほ、楽しいな。これ中ボスがいるんだけど、こいつね確か倒さなくても問題ないんで、まあこいつはまあ一応倒せるけど、でも倒すのは別に何もメリットはなかったはず。やべえな、これは。これ上がるね。この曲もすげえかっこいいんだよ、ゼロの曲。ちなみに X でやると、まあ、ステージは同じなんだけど曲が変わってくるね。でその曲もすごいかっこよかったやつ。おい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 、ドラグーン、ジオンブドの反対がなぜここにいる。マジゼロ、さっきのイレギュラーが動力を破壊した。あ、さっきのやつ。それだ、このスカイラ軍はもうすぐ地上に激突してしまう。そうだ、下の町ごとコッパみじんだ。急いでなんとかしなくては。マジか、俺はすぐに脱出する。お前は無茶をせず退避するんだ。いいな、くそ、このままスカイラ軍落ちたら多くの犠牲者が出てしまう。マジか。後輩しすぎじゃねえか、これ。ここが下の町か、ひどいあれ様だ。許さんぞー。やーべえ、この曲かっこよすぎだってマジで。うわー、すげえ、超楽しい。超楽しいなこれ。
やば、危ね。これ確か潰されたら確か死んだはず。はい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 、せいせい。このスピード感がたまんねえんだよ。このロックマン X の素晴らしいのはこのロックもね、 X の素晴らしいのはあれだよね、このスピード感だよね。あー、やべやばいやばいやばいよやばいよやばいよ。よし、オッケー。誰だお前は。アイリス、アイリスじゃないか。大丈夫か。ゼロ助けに来てくれたの。しっかりしろ。巨大にレギュラーが突然襲ってきて、ここの僕のアイリス、その蹴りをつけてくれ。この舞台は本当にレプリフォースなのか。悩んでる暇はない。なるほど、こっち見てる。ヤッホー、ほい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 。さっきのやつじゃんこいつ。こんにちは、元気？最近の調子はどうだい？ほいほい、おら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 、その程度か君は。ちょっと遊んでやるか。ほい、ほら、もっともっとなんかやってていいんだよ。そんだけ。おお、おぶね、もうしまい。お、なんかやってくる。そんなもん、こんな感じか。あばい、久しぶりだな。カーネル、お前なぜここにいる。妹のアイリスを助けるため急いで駆けつけたのだ。アイリスは無事だろうか。アイリスなら大丈夫だ。俺が保護した。置き去りにしただけだろ。すまんな、ゼロ、一つ借りができた。お前に聞きたいことがある。ここを襲ったのはお前の部隊なのか。何を言っている。俺はレプリフォースも急いで駆けつけたのだ。ここで暴れてた軍隊はレプリフォースではない。マジか。お前たちにイレギュラーの疑いがかかっている。はあ、なんだと。ひとまず武器を捨て俺と司令まで来てくれ。ふざけるな、無事に武器を捨てろだと。やばそうな雰囲気だな。軍の誇りを捨てるより戦いを選ぶ。何それ、無駄な争いをしてもしょうがねえだろ。まずいぞ、かなり。ゼロもクソって何回言った、こいつ。レプリフォース全体が本当にイレギュラーと見なされてしまう。やばいじゃん。我がレプリフォースの勇敢なる兵士諸君、今や我々レプリフォース全員がイレギュラーと決めつけられた。だが我々とてこのまま汚名を着せられておくわけにはいかない。我々は自らの手でレプリロイドだけの国家を建てて、ただしこれは人類に対しての敵対ではない。自由と安全、それら正当な権利を求めるための戦いなのだ。共に築こう、何者にも侵されない理想の国家を。共に進もう、我々レプリフォースの未来に向かって。私もゼネラル将軍と同じ意見だ。いいか、我々にはこれしか道はない。恐れず、勇気と誇りを持って戦おう。我々はレプリフォース、史上最強の軍隊なのだ。ジェネラルのやつめ、とうとう動きおったわ。さて、イレギュラーハンターよ、どう出る。ここでゆっくり見物させてもらうぞ。完全にあの変態じゃねえかよ。